はいどうも、ポテトンです。今回はですね、デッドバイデイライトの新キラーゴーストフェイスの、基本的なね、使い方や、能力について解説しながらね、プレイの方していきたいと思います。で、このゴーストフェイスがどんなキラーなのかというのを簡単に言いますと、心音ゼロでしゃがみ移動のできるマイケルという感じになります。では、固有パークの方を簡単に見ていきましょう。一つ目、地獄耳。こちらは自分の脅威範囲外で、生存者がね、音を出したら、その生存者のオーラが6秒間見えるといった感じになります。二つ目、旋律。こちらは倒した生存者なんかをね、担いだ時に、エンティティによって、修理中でない発電機が全てブロックされます。ブロックされた発電機はですね、白いオーラで、確認することができまして、修理中の発電機は普段と同じように赤色で表示されますので、もし赤色がね、ありましたら、そこで今修理しているということが、わかるかと思います。最後に3つ目、隠密の追跡。こちらはオブセッション状態の、生存者をフックに吊るすと1トークン獲得できて、1トークンにつき、追跡中の脅威範囲が4メートル減少するというものになります。この吊られた生存者を助けた生存者は次にね、自分がオブセッション状態になってしまうという特徴があります。では前置きはね、これぐらいにして早速やっていきましょう。ゴーストフェイスは闇の抱擁という能力を持ってまして、一番最初はこのゲージが溜まっている状態でスタートします。この状態で付け回しと書かれているボタンをね、ちょんと押すと、こんな感じで生存者に近づいても全く心音がしないという状態になります。この状態の時に生存者に約 1.5 秒ほど見られると、このファーという音とともにね、能力が解除されてしまいまして、心音ありの状態に戻ってしまいます。能力はね、解除されましてもまたゲージが溜まれば使用できるんですが、生存者の方もね、この時は、見るのもいいんですが、見るとね、自分の位置がこんな感じでバレてしまうというね、ちょっとデメリットの方もありますので、そこら辺はなかなかね、難しいところかなと思います。見てもいいし、見過ごしてね、自分は違う方に逃げて発電機をつけに行くといった、そういうことをしてもいいかと思います。で、ゲージが溜まりましたら、またね、闇の抱擁が使えるようになりまして、また、心音ゼロモードがね、再開という感じになります。今回ちょっとね、生存者を早くに見つけてしまったんでね、まだ付け回しの方ができてませんが、あ、ちょっと助けられたね。あっち行こうか。闇の抱擁が解けて、こうやってね、追跡してる分には、一般的なね、トラッパーとか、徒歩キラーとね、基本的には同じ性能になります。だから最初はですね、いかにこう生存者にバレずに生存者を見つけて、ワンパンモードに持っていくかといった感じになるんですが、今回のようにね、こうやってバレてしまってもささやきみたいなね、ファーっていう音で近くにね、生存者がいるっていうのが分かってしまうんで、それはそれでね、ありかなと思います。今回はね、アメツを持ってきてて、トーテムがあるのでね、それをちょっと壊しに行くやつがいないかどうかね、見に行きましょうか。ここからまたね、隠密モード再開ということで。で、このね、付け回しボタンを長押しすると、こんな感じでね、マイケルと同じような凝視ができます。これを利用して、釣った生存者から少し離れてね、こういう遮蔽物のとこから覗き込みをすれば、助けに来た生存者をね、ワンパンに持っていくことも可能になります。お、いいとこ来ましたね。こんだけ近づいてもね、まだ気づいてないというね、これが心音ゼロの恐怖。で、今左下のね、生存者のとこに赤い輪っかのマークがつきましたが、これでね、ワンパンモードに入っているということで、こんな感じでね、ワンパンにすることができます。トーテムに一挙だということは、ね、こんだけ近づいても多分後ろを見てなかったんで全く気づいてなかったんやろね。で、ちょうどね、今回は固有パークの旋律を持ってきてますので、今触ってない発電機はこんな感じでね、真っ白で表示されてます。逆にこの時にね、赤い発電機を発見したら、そこでね、誰かが修理しているというのが丸分かりになりますので、クールタイムはね、100秒とちょっと長いですが、非常にね、策的には使えるパークかなと思います。おっと、見つけちゃいましたね。
こうなったらいかにね、あとは凝視してワンパンモードに持っていくかという感じで。さあ逃げたまえ。 ゲージがね、いっぱいまで溜まりきるともうちょっとやね。はい、これでねゲージの方が溜まりましたので、ワンパンモード発動ということで、確か45秒だったと思うんですが、結構ねこの時間長いんですよね。で、まあ、この間をねチェイスずっとして逃げ切るって言ったらなかなかしんどいかと思うんでね、生存者側の方もね、いかにこのつけ回しをされないかというのが重要になってくるかなと思います。そっち行くともう何もないからね。 こっちのターンではないかなと。はい、こんな感じでね、ダウンできちゃいますので、まあ逃げる方もね、逃げる場所とか強ポジと言われる場所に逃げ込んだりとかね、窓枠板があるところに逃げないと、大変なことになりますね。さあ、じゃあちょっとね、またトーテムの方に誰かいないかちらっと見に行きつつの、ゲージが溜まったらね、はい、これで、また闇の抱擁再開と。生存者側からするとね、このキラーを素早く察知するには凍りつく背筋というね、猫ちゃんのパークがありますが、あれがね一番効果的かなと思います。こんな感じでしゃがんでいって、このね遮蔽物からこうやって覗き込むことによってね、もしここで生存者を発見すれば、普段のつけ回しよりもね、短い時間で、マーキングすることができまして、2秒だったかと思うんですが、普段のね半分ぐらいの時間でワンパンモードに持っていくことができます。あれ、あ、ちょっと壊されましたな。お前か。 まあ今回はねこうやってもう位置バレてるんで、凝視だけしてできればワンパンモードに持っていって倒した方がね楽に倒せるかと。あれ、見失ったな。たまたま見つけちゃいましたな。お、いいね、デッドハード。だが、で、さっきのね、付け回しを、まあ途中でやってるケイトさんがいたかと思うんですがね、左下のゲージ見てもらったら分かりますが、蓄積がね結構溜まってる状態なので、まあ次ね見つける時があればすぐさまねワンパンモードに持っていくことができるということで、このゲージに関しても一人一人独立してて別個になってますので、マイケルの場合はね、まあ全員共通っていう感じでしたが、もし追跡中のね、人がワンパンモードを切れてしまっても、近くに他の人がね蓄積溜まってる状態でいれば、またすぐさまねワンパンモードに持っていけるという。あ、ちょっと待ってよ。 近くで見られとんね。あ、こういう感じでね、まあ見るのもいいんですが、生存者側としてはやはりね、こうやってキラーの方ばっか見てると位置がねあんな感じで、まあ、近くにいるっていうのが分かっちゃうんでね、それはそれでリスクがあるかなと思います。で、ちょうどね、画面の下の方に白いマークが出てるのが分かったかと思うんですが、あれでね、大体の生存者のいる方向も分かってしまうので、生存者側としてもね、見るにしても、やっぱり退路っていうのをね、事前に把握しておくことが、かなり重要になってくるんではないかなと。さあ、そしてまたね、心音ゼロの世界で生存者探しといきましょうか。いたけどバレたかな、こっちの位置もね。ただゲージを貯めつつの、あ、ちょうどね今奥にゲージ結構溜まっとったケイトさんも見えたんで、これで2人ともワンパンモードになってしまったと。ここにいるではないか。 いや、こんな感じでね、個別にゲージがあるので、
まあ片方蓄積がね、溜まってる状態で、ああいう状態にうまくいけば、同時に2人ね、ワンパンで倒せるといった感じで、いい感じにね、まあ今回は持っていくことできましたが、さあ、残り1人か。おそらく、このメグちゃんを釣りに行く頃に、救助に向かわれるかなと。ああ、来たね。まあ、今ね、ちょうど3周年記念で、ケーキ使ってますので、できるだけね、ポイントを稼ぎたいので、助けてもらってね、また釣っていきましょうか。まだね、発電機3つも残ってるということで、多分こっちの方がね、かなり優位に立ててるんではないかなと。お、走行してたら あそこにいたね。こうやっぱ凝視ができるってね、結構見つけやすいよね、遠くにいてもね。視界にこう入りやすいというか。でですね、生存者側はこのね、貯められたゲージに関しては、一回ね、瀕死状態まで、ダウンさせられると、ゲージ自体がね、リセットされる仕様になってます。はい、これでね、まあ今見えたかと思うんですが、ゲージの方なくなりました。あら、ちょっと今回釣るとこがないね、これ。ちょっと下ろしとこうかな、これは。これ行くと逃げられちゃいますので、まあこの人ちょっと無視してと。さあ、次なる犠牲者を探しに心音ゼロの世界へ。あとね、言い忘れてましたが、今回はね、アドオンで付け回しの速度が上昇するものと、あとはしゃがみ移動のね、速度が上昇するものをつけてきていますので、こうやってね、しゃがんで移動する分にも結構の速さで、移動することができます。ですので、しゃがみ移動のね、速度がアップしない、アドオンをつけてない状態だと、もう少しね、移動の方がしゃがんでいる状態では遅くなります。おっと、何やら足跡が、あ、いたね。あ、気づかれたか。だが、しかし、ここをね、こうやってぐるぐる回るとね、どんどんとこう蓄積が溜まっていって、まあ、マイケルよりもね、全然ワンパンモードまでの時間が短いので、すぐさまこうワンパンモードに移行してしまって、結局のところね、こうなってしまったら、板とか窓枠なけりゃ、もうそっちのもんになっちゃうんでね。だいたい5秒ぐらいでね、こんなワンパンモードに移行できて、しかもそれが45秒も続くなんてね、めちゃくちゃ恐ろしいよね。で、この旋律で、残りの発電機すべてが、真っ白になってるんで、今は発電機を触られていないというのがね、分かったかと思います。あ、いたいた、こんなところに。で、この時に1回ずつ攻撃した方がいいのか、まあ、付け回しでね、ワンパンモードに持っていくかっていうのは、ちょっと、どうしようか迷うとこですが、まあ、今回はね、1発ずつ攻撃していこうかな。あららら、ら 自分の方から向かってきてくれるとは。さあ、これで、残り1人ですが、助けに来るかな。あら、あら バツボタン外れたのかな 死んじゃいましたね。ということで、ハッチ勝負になっちゃいましたので、何としてでも、ここは先にハッチを見つけたい。向こうもね、この心音ゼロのなんかハッチを見つけるっていうのも怖いよね。あ、気づいてない、気づいてない。ほらよ。これをね、ゴーストフェイスの怖さはね、まあ、一応こう首を振ってたから、多分反対側を確認はしよったんやけど 自分の見通方とはね、逆の方向から来ていたと。で、気づいた頃にはもう目の前にいるみたいなね、超恐ろしい。
粘るね。ただそっちには何もありませんよ防御するものがね。やっぱりね、こう心音ゼロというのとワンパンモードへのね移行時間の短さというのもあって、かなりね、強キラーではないかなと思います。生存者側の方もね、いかに早くこのゴーストフェイスが近づいてきたかというのをね察知するのが、重要になってくるかと思いますので、まあ、これからは猫ちゃんパークがね流行りそうですね。はい、といった感じでね、今回はゴーストフェイスの方、まあ軽くね解説の方をしながらやっていきました。では、今回はこれで終わりたいと思います。またねー。